ノースウエスト航空五便エンジン脱落事故は1990年1月4日に発生した航空事故である。マイアミ国際空港からミネアポリスセントポール国際空港へ向かっていたノースウエスト航空五便の第3エンジンが飛行中に脱落し緊急着陸した事故である。ノースウエスト航空五便は8時15分にマイアミ国際空港から離陸した。 午前9時10分頃に高度3万5000フィートを巡航中に突然機体後方部で大きな音がした。パイロットは第3エンジンの水力が失われたことに気づき緊急事態を宣言した。パイロットは着陸後に機体を見るまで第3エンジンが脱落していることに気づかなかった。9時58分、5便はタンパ国際空港に緊急着陸した。乗員乗客はいずれも負傷せず、 無事に地上へ降り立った。脱落した、プラットホイット 2JT8D-15 ジェットエンジンはフロリダ州マディソン近くで発見された。国家運輸安全委員会が事故調査を行った。調査から前方トイレの外部シールが欠落しており、安全ボタン及び内側シールの取り付けが適切でなかったことが判明した。シールの欠落により、 機体が加圧された時にトイレから液体漏れが発生し、これが凍結して第3エンジンに吸い込まれてコンプレッサーブレードが損傷を受けたものと推定された。ボーイング727のエンジンは極度の損傷を受けると機体胴体部から外れるよう設計されている。NTSB は事故原因を整備士が前方トイレの適切な保守を怠ったことであるとした。 ありがとうございます。